水筒とすき焼き。この夏、尾瀬に行ってキャンプまがいのことをした。それがとても楽しかった。もともと僕はキャンプが大好きな上に、場所が尾瀬だったから気分は上々だった。キャンプは用具が楽しい。大きなものはテントから、小さなものは折りたたみ式の取っ手のついたアルミのコップに至るまで、すべて物珍しくて楽しい。日常の生活では目にしないものばかりというところも新鮮である。さまざまなコッヘルも楽しい。蓋を開けると重ね重のようにだんだん小さくなっていく容器が詰まっていて、妙に感心させられたりする。山の用品はすべてがギリギリまで小さく、薄く、軽く、無駄なく作られていて、しかも堅牢、そしてどことなく気品があって、それでいてかわいい。尾瀬では水筒が楽しかった。水筒は幾分物々しいのが好きだ。鉄でできていて、アーミーグリーンの布製のカバーがかかっていて、やたらあちこちをボタンで留めるようになっているやつ。水筒というのは不思議なもので、こいつを一つ肩から斜めに下げただけで、たちまち行楽の気分になる。試しにどこからか水筒を引っ張り出してきて、肩から斜めに下げ、ルンルンと一言つぶやいてみてください。ほら見なさい、気分はすでにハイキングだ。私を野原に連れてってという気分になったでしょう。尾瀬では人から借りたこういう水筒を肩から下げていた。中の水は谷間から湧き出ていた泉の水だ。この水を歩いては飲み、登っては飲み、下っては飲み、水筒としては実に忙しいことだったと思う。水筒はキャップをねじって開けるところからすでに楽しい。重厚なキャップをねじって開け、そこのところに口をつけて、首をまっすぐ上に上げてごくごくと飲む。容器に直に口をつけて飲むところに美味しさがある。その時一陣の草原の涼風が吹いてきたりすれば申し分ない。飲み終わってキャップをキュッと閉める。この時の気分もなかなかいい。開ける時と閉める時とどっちがいいかと言われれば、それはもう閉める時と言わざるを得ない。片手の甲で口元を拭って水筒を元あった腰の定位置のところに戻す。半合みたいに腰の線に沿って湾曲しているところが何とも言えずいい。そうまでして忠実なやつめと愛しさのあまりつい涙ぐんでしまうぐらいかわいい。そういうことがあって尾瀬から帰ってきてからどうしても自分の水筒が欲しくなった。そこで水筒を買いに登山用具専門店に出かけていった。そうしたら登山用具店というのは実に楽しいところだったのである。キャンプに関するものなら何でもある。携帯コンロ、さまざまなコッヘル、アーミーナイフ、磁石、風防付きライター、炭鉱関係の人がつけるようなヘッドランプ、ランタン、人工焚き火、炭、サバイバルグッズなどなどのアウトドア用品が1階から3階までずらりと並んでいる。僕はアウトドアに関するカタログの本を1冊持っているのだが、その現物が全部ここにあるのだ。一つ一つ手に取って眺め、手触りを確かめ、身につけ、少しも飽きない。世の中にはこういう楽しみを楽しんでいる人たちがいたのだなぁと胸が開かれる思いがした。そしてやはりあったのですね、アウトドア関連の食品が。天丼がある、すき焼きがある、きんぴらごぼうがあり、野沢菜漬けがあり、わさび漬けがあり、納豆があり、大根おろしがあり、
とろろ芋があり、ほうれん草があり、刻みネギがあり、三つ葉がある。ただしこれらのものはすべて水分を抜き取られて干からびている。これらのものを買って帰って、袋を開けて彼らの実態を目にしたとき、つくづく彼らが気の毒であった。彼らは徹底的に水分を抜き取られているのであった。何もそこまでしなくてもと思えるぐらい悲惨な状態であった。見た限りではどの食品もただの干からびて粉々になったゴミくずにしか見えない。ここからどう立ち直ってそれぞれの食品の姿に戻るのか、よそごとながら心配になってくるほどだった。すき焼きを例にとると、これは熱湯をかけて3分という即席ラーメンスタイルのものである。アルミパックを開けると、砂漠に100年ほど放置された豆腐という印象の四角いボロボロのものが出てくる。これがどこでどういう手続きをすればすき焼きになっていくのか。容器に開けて指示通り熱湯をかけて3分。パッケージには牛肉、焼き豆腐、糸こん、じゃがいも、玉ねぎの調理例の写真が出ている。3分経って見てみると全体がドロッとした浮遊物のある汁物となっている。浮遊物の一つ一つをつまみ上げ、しばらく観察して、おお、これがじゃがいもであったか、と身元を確認するまでにかなりの時間がかかる。そっちが、これはどうしてもすき焼きである、と言い張るなら、それを断固として否定するには多少の勇気がいる、といったような、かなり複雑な心境にさせられるすき焼きである。しかし味の方はなかなかのものであった。香りも十分すき焼きである。他のものはおしなべてよく検討していたようだ。中でもとろろ芋などはただの白くてサラサラした粒から決然として立ち直り、粘りも香りもあるとろろ芋に大変身を遂げたのであった。調理法はそれぞれに水で混ぜるだけ、熱湯で3分、鍋に開けて水から煮て15分などなど、要するに水と火だけは不可欠のもののようであった。一番良かったのはもつ煮込み鍋、マッチ1本いつでも OK、燃料付き食品であった。昨今、価格変化を応用した発熱帯付き駅弁やワンカップ缶の缶酒が流行っているが、あれはなんだか不正が感じられる。温まっていく間中、何か裏取引が行われているような気がしていい気持ちがしない。その点、燃料付きもつ煮込みは正々堂々、火に終始したところが良かった。